皆さんこんにちは、沼ってますか。さあ今日は田舎うろうろスナップ言うて頑張っておりますけども、大丈夫、元気なのはあと10分ぐらいです。見てこの天気、こんだけ炎天下の中カメラ一つ持って今うろうろしてますが、多分ねあと10分もしたら水が切れかけたもやしみたいになってると思います。頑張って撮影していきましょう。今日ついているレンズはこれですね、プラナー C80mmF2.8 っていう中盤のレンズをニコン Z9 につけています。ミラーレスカメラで使ったらどうなるのかっていうのをね、今日初めてちょっとこの中盤レンズとミラーレスカメラの組み合わせをやってみたいと思っておりまして、まずファーストカットはあれ撮りましょうか。雲ね、綺麗な感じだから行くぜ。せーの、さあどうでしょうかね。まあミラーレスだからピント合わせはめちゃくちゃしやすいですね。一眼レフの D60 でこのプラナー C80mm 使ってたんだけど、もうピント合わせがもう本当にしにくくて、さあ自転車が通り過ぎようとしてるので撮ってみようか。こんな感じかな。お、いいですね。ありがとうございます。もう一回シャッターチャンス来そうですよ。どうかな。ありがとうございました。こう、ね、被写体に敬礼ということで、はい、皆さんあっての、被写体の皆さんあってのスナップ写真ですからね。こう感謝のレリース、竹川さんがそんなこと言ってたっけ、感謝のレリースですね。ありがとうございます。でなんだっけ、今日の設定の話いきましょうか。 JPEG 撮って出しです、いつも通りです。そしてピクチャーコントロールはスタンダード、まあ、カメラ側の設定はいつも通り標準にしていて、レンズから入ってくる光、このプラナー C80mmF2.8 がどんな性格なのかっていうのをね、やっぱ JPEG 撮って出しで見ていきたいわけですよ。ちなみに Z9 につけるとこんな感じになるんですよね。やっぱかっこ悪いよね。マウントアダプター2個がましです。はい、そしてこのマグセーフはこの iPhone をですね、ここにパチッとくっつけて POV を今撮っているという具合です。まあ、こんだけ炎天下なのでね、 Z9 がどれぐらいこう熱に耐えられるのか、これは見物ですね。まあ、どっちかっていうと今動画を撮ってる iPhone の方が熱でダウンしそうな気がしています。もうすでに今 iPhone 手で持ってますけど、熱いです。まあ、暑いといえば私の首元も今もうなんかヒリヒリしてますね。日焼けするだろうな今日は。皆さん今日の動画が短かったら体力が持たなかったということです。ちなみに今日は、実家にね帰省をしてるんですけども、めいっ子ちゃんたちと同じ車でねこう乗せてもらって一緒に来たんですよ。だからね今日はアーニャ T シャツを着てきたんですけど、これ受け良かったね。これ受け良かったですよ皆さん。まあ、そんな情報はどうでもいいので、おっとあそこに何か映えそうなスポットがありますので、これを写真に収めましょうか。よいしょと、はい、では参りますよ。いやミラーレスカメラピント合わせしやすい。せーの、はい、ありがとうございます。いやーしかし天気が良すぎ。でもさ、田舎で今誰もいないからこうやって外で喋れてるけど、これ通行人とかいたらね、私何も喋れなくなります。陰キャですんで、外で喋りながら動画回せる人ってやっぱすごいなって思いますよ。その勇気どこから出てくるん。出ましたよ、スナッパーとしては。こういう看板とかはね、錆びた看板とかはもう大好物ですから、撮らせていただきましょう。せい。それにしてもね、プラナー C80mmF2.8 このレンズね、フォーカシングめちゃくちゃ渋いんですよ、このリングがね。ものすごく渋くてピント合わせめちゃくちゃしづらいんだな。どうしよう、コンビニの誘惑、目的地まで往復も考えるとまだ4分の1も歩いてないんだけど、もう休憩したい。そういえばさ、中盤のレンズってフルサイズで使うと何ミリになるんだろう。中盤のイメージサークルの真ん中だけを使うから、まあ望遠気味になるんだろうけど、まあ実際ちょっと望遠っぽいなっていう感じはするんですよ。で、一眼レフの D60 で使ってると、なんかすっごい望遠なのね。まあ、1.5 倍かかるから。まあ、そういう下調べもせずに今使っているわけなんですが、ググったら出てくるかな。それにしても暑い。暑いけど、
やっぱ田舎のこの何にもないこう開けた景色っていうのは贅沢ですね。贅沢だよな。いつかこう自分が年を取った時にこう家に戻ってこない、実家に戻ってこないといけない、まあ親の面倒とかもあったりし、面倒っていうかあの介護とかがあったりしたら戻ってくることになるんだろうけど、どうよ、仕事あるの田舎。いや恐ろしいわ。今この手すりにこう手肘をこうやってカメラをホールドするようにこう肘をかけたら熱ってなって目玉焼き焼けるんちゃうかなこれ。さあいい景色が出てきましたんでここで写真撮っていきましょう。あーいいですね、景色が綺麗。田舎はいいね。フォーカスしにくい。こうヘリコイドがねギスギスしてるんですよ。これ個体差だと思うんだけどな。でももう一回買っちゃったからね、これまたさらに整備出すか自分で分解する勇気はないんですよね。お金を出して整備するかどうしたもんかな。いや本当にフォーカシングしにくくって。着きましたわ。いやツーリングいいですね。今日はバイク日和だわ。さあ中入っていこう。廃墟っていいですよね。ちょうどここ前ボケがあって後ろに割れたガラスの格子があって、これをちょっと撮ってみましょうか。今ね F5.6 まで絞ってます。いくよ、せーの。あ、いいんじゃない。でこれを F2.8 にしてみよう。 F2.8 にして2段だから123123、はい、シャッタースピードだけ変更して、せーの。どう、絵に違いはあるかな。 F5.6 の方がシャキッとしてる。あ、周辺原稿が開放だとあるんだね。ちょっと四隅暗いもんね。まあ言うてこりゃ数を取らないと性格なんてもんは分かってきませんよ。じゃあ帰りは F5.6 で縛って取っていってみましょうか。違いが目に見て分かればいいんだけどね。よいしょ、ピント合わせが難しい。この辺りかな、暗いね。ちょっと明るくして、せーの。ありがとうございます、ありがとうございます。うわ、コダックの看板がある。さてこれは駅ですかね。なんか銅像があるけど偉い人なんやろうか。目線欲しい。よいしょ、うわ逆光。せーの。いや逆光厳しい。どうすかね。多分偉い人なんだろう。さあ次行こう。いやーセブンのカフェラテめちゃくちゃ美味しいんだけど、ちょっと高いですけどね。これ240円だったかな。ちょっといい値段するんだけど、まあいいでしょう、ご褒美ってことで。さあ家まであと2キロぐらいなので歩いて帰らないといけないんですけど、その前にね、ちょっと待って、この石畳今座ってるんだけど、めちゃめちゃ尻が熱いんだけど、太陽の熱で熱々になっております。さあ果たして無事に生きて家に帰ることはできるんでしょうか。もっとツーリングの人たちかな。あ、お一人でしたか。いやー今日はバイク日和でしょうね。いやようやく家に帰ってくることができました。休みの日にさ、
こう知らない街で無責任にスナップするってやっぱ贅沢じゃないですか。楽しいね。さあ家に帰って写真がどんなになってるか iPad に転送してチェックすることにしましょうか。この後もしかしたら感想のおしゃべりを最後に付け加えるかもしれません。どうぞ。はい、ということで家に戻ってきました。あのスナップの後ですね、あのちびっこちゃんたち、めいっこちゃんたちとプールで遊んでですね、それを写真撮ったりして、あのカメラびちゃびちゃになりながらすごい楽しいひとときを過ごしました。結構焼けましたね。これ見て見て、これめちゃくちゃ焼けたでしょ。はい、あのたまにはね、自分に子供がいないんでね、あのめいっ子たちと遊ぶのがこのおじさんの楽しみとなっております。さて、プラナ C80mmF2.8 をミラーレスカメラにくっつけて使ってみた感想なんですけど、そうですね、まあミラーレスカメラなのでピーキングをざっと合わせてピント拡大で追い込んで半押しして解除できるっていうのは、これミラーレスカメラの特権なので、まあ、そういう使い方をするっていう意味では、一眼レフで D60 であの同じように使ってたんですけど、それとはもう比べ物にならないほどミラーレスは快適でした。でもね、まあプラナーらしさが何たるかっていう、その描写の部分に関しては、まあたかだか1日使った程度で喋れるものではありませんから、まあ、解放の時の柔らかな描写っていうのは好きかな。あと逆光にやっぱ弱いかなっていうのはどうしてもまあありますね。今回ピクチャーコントロールをスタンダードで縛ってましたけども、これ今後あの Z6-3 に搭載されたイメージングレシピが Z9 の方にも流れてくれば、これね、このボディ側の色ねじりとレンズ側の性能限界の掛け算ということで、すごい色味が出せるんじゃないかなと思って、すごくそこはちょっと期待してるので、ニコンさんぜひイメージングレシピを Z9 や Z8 や ZF など、あのエクスピード7搭載機種にぜひ早めによろしくお願いします。動画の中でも喋ってましたけど、一個だけ懸念点があるとすれば、これですね、フォーカスリングがちょっとギシギシ、あ、今日はあの D4S で動画撮ってるんで画面がガクガクしますね。ピント合わせ頑張ってください。はい、あのフォーカスリングがですね、ちょっとやっぱ渋いので、そして回転角も結構量があるからですね、それでピントを合わせる時が結構シビア、このガクンってなっちゃうんですね。ガクンってなってしまうのが、これがたまに傷というか、まあ、これを直すには追加でお金を払わないといけないのかなっていうのがあるので、まあ、ちょっとそこは残念ポイントとして、まあ、仕方がないんですけど付き合っていこうと思っています。ということで今日はニッチな動画になりましたが、このプラナ C80mmF2.8 は D60 にくっつけて今月の1日1冊のテーマにしているので、続く動画はですね、また別で作ろうと思いますので楽しみにしておいてください。暑い日が続きますが、皆さん今年は特に暑いので熱中症とかね、気をつけながら楽しく外に出て撮影を楽しもうじゃありませんか。ではまた次の沼でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。さようなら。